ですね、ものすごい、司教とか、あるいは儒教とか、もちろん、それだけではなくて、日本、日本的儒教ですよね。神道、仏教、そういったものとの、ミクチャーになった、要は日本的なその儒教っていうのをやっぱり学ばないと、要は世の中が大敗して、社会が崩壊し、国がなくなる。ですね、理に徹するんだったら、ないよりはまだいいと思うんですよ、ね。とにかく、義は置いといて、とにかく理でいいんだったら、それはそれでまだわかりやすい、色があるからいいと思うんですけど、今なんていうか、義を持ってビジネスをやらないんだったら、少なくとも理を徹底的に追求するんだったら、そうかと。そういう腹をくくってやるんだなって分かるんですけど、それさえもないんですよ。だから何やってるか分かんなくて、つまりだから無味無臭なんですよ。それ誰かに迷惑をかけるかってきっとかけなくて、誰かの感謝を、誰かに感謝してもらえるかっていうとそれもなくて、お客さんがいたり、その取引先がいたりはしますけど、なんか完全に自己完結で、誰かと、なんかその接点を作る、何かを一緒にやるとか、もしかしたら逆に摩擦を起こすかもしれないですけど、そういうのもないんですよ。完全になんか自己完結で、義も理もない、まさにその、透明な無味無臭なんですよ。で、そういう状況が、ある意味一見誰にも迷惑かけてない。自分だけの話。でも、それでいいのかって話なんですよね。それでは、要するに、社会が、要するに、つながらないっていうか、残っていかないんですよね。要するに、やっぱり今の話って完全に自分だけ、つまり、無関心ですね。なんていうのかな。自己利益のためだっけ。でも、日本人の考え方としては、無視、利他の考え方。要するに、自分をなくして、要するに、他者のために生きるっていうのは日本人であった。でも、そうしないと、いや、なんていうかな。例えば、会社の中でも、いろんな、難しいことがありますけど、一番難しいのは、やっぱり、人間関係ですよね。いろんな人間関係。同僚で、同士もあれば、上司と部下の間。おそらく上司と部下の間が多分大きいのかと思うんですけど、なんでうまくいかないのかって、結局自分のことしか考えてないからですよね。自分はこうしたい。だからお前はこう動け。要するに自分のことを優先して、相手をそれに従わせようとするから、摩擦が起きて人間関係がうまくいかないんですよね。で、そうではなくて、要するに自分のその利益はどうでもいいと。自分のエゴとか、要するに、なんていうのかな、名誉であったりとか、それはもういいと。相手を立てる。相手のために動くということによって、要するに、うまく社会とか会社が回るし、で、実は、社会とかその組織を変えるための一番の近道なんですね。なんでかというと、相手を変えるって相当に難しい話ですね。でも、自分が変わるって瞬間にできるんですね。で、そうやって100人いれば100人が、要するに自分を変えることを考え始めて、他者のために生きることを選ぶと、社会がうまく回るようになる。で、日本人のやっぱり生き様とか、社会の平和であった理由の一つはそこにあるわけです。ところが今は西洋的な品質管理とか、儲けの話ばっかりになっちゃって、要するに、そ、え、しゃ、えっと、組織論であったり、リーダーシップ論なんていうのは、他者をどう変えるかみたいな話ですよね。で、それではうまくいかないですよね。で、要するに自分をじゃあ変えていく上で、よりどころになるのが何なのかっていうと、やっぱり儒教とか司教とか、こういう話ですよね。お昼か。もう終わりですか。わかりました。11時。1時間。講師に参考文献があったっていうのは、
何講師ですか。ああ、だから、いろいろ、こう、あの、行ったり、教えたりしますけど、なんでそんなことができるのかって。やっぱ参照する何かがあったんですか。いや、だから僕はね、あの、よくあの、なんだっけ、そうだ言ったのかもしれないけど、儒学2500年ね、と思ったら儒学は5000年って書いてあるの、ね。うん。5000年って、なんで5000年っていうのがあって、あの、孔子が書いた孔子の文章あるでしょ、論語。実はあれはその前の2500年をまとめたものだったから5000。そうですね。と思って。それがびっくりしました。うん。あの、例えば、易経なんていうのはまさにそうですよね。あの時代にも、すでにああいう易経ができてて、易経はもっと古いの？もっと古いですよ。要するに、なんで易経が成立してるかというとですよ。易経って要するに、人間社会が何をすればどうなるっていうことを、要は、体系づけて、要するに、なんていうんですかね。いや、式経より易経なら文章短いよね。そうなんです。うん。だからよくあれ、あんな短い文章、よくあんな意味を昔の人は解釈したなって、僕はいつもびっくりしてた。で、パターン化、要するに統計学なんですよね、易経ってね、ある意味。要するに人間社会のこう、周期性っていうのを、要するに、まとめた。司教だって、できた時は儒教として作られたわけじゃないですもんね。そうです。司教は司教。だから司教を学ぶ意味があるんです。要するに何かのために作られたわけではなくて、その時々を生きてたいろんな人たちの素直な心がここには書かれてるから。うん、雨降ってた？いや、降ってない。だから、要は。雨降ってる？いや、降ってない。もう降る。あ、雨？うん。傘持ってたの？傘。持ってないの？あ、そこにある。だから、要するに、孔子が論文の中で司教を勉強することの意味っていうのを説明してて、よし、一元持ってこれを覆う、思い横島なしっていうことを言ってるわけです。そういうふうに儒教が作られてるっていうのを理解するだけで意味がありますね。うん、うん、それは。はい、あ、ありがとうございます。本業から、ものすごく、エッセンスが、うん。来た。はい。不比丘の話はしたので、次ですね。プレゼンテーションモードにするとダメなんですね、多分。ん？大丈夫だ。録画してるんでしたっけ？うん。忘れたけど。あ、ずーっと録画してるってこと？昼の。じゃあ、続きですけど、司教の歴史ですよね。先ほども多少ちょっと話をしたんですが、さっきのあの表にも書いてたように、その、司教に集められてる305編の詩っていうのは、まあ、相当古いもの。で、かつその、孔子が生きてた意味ももちろんもっと古くて、時代的にはその、紀元前、1100年から600年ぐらいですね。それぐらいの間のあの詩ですよね。それで、特にその、風って呼ばれてるその、国柄、を歌った詩っていうのが最も古くて、841年以降か。で、昭和っていうのがそれ以前、ということで、まあどっちにしてもかなり古いと。で、世界で言うとその、ギリシャあたりでホメロスの叙事詩が編纂され、つつあったところ、という時期ですね。で、まあ白川先生がおっしゃられてるんですけど、その、いろんなその文明が、要するにこう、精神的にこう発展を遂げる最初の頃に、
こういうその、叙事詩であったりとか、詩であったりとか、そういったものが編まれるっていうのは、世界に共通した現象で、時代がこうずれてても、そういう同じようなその状況がどこでも起こる。